はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もね、バイオハザード2やってまいりましょうね。はい、前回特にちょっとね、面白みもなくね、ごめんなさいね、本当にね、テンションがマジでダダ下がりになってたんで申し訳なかったです。今回はね、別にテンション上げ上げってわけじゃないんだけど、まあ、それなりの、面白さを持ってね、やっていけたらなと思います。です。はい、で、今回はクレアとこれから再会をしまして、なんだで、叶わぬ恋をね、味わいつつ、皆さんこれが本当の恋愛シミュレーションゲームですからね。で、できれば3階のバージンメダルを最後取りたいんだけど、ちょっとどこまで進められるか微妙なところでありますので、まあちょっと行けるところまで行って、まあ今パートで取るか次回パートで取って G1 戦に挑みたいなと思いますね。グランプリじゃないですよ。 G 無事でよかった。ジャイアントじゃなくて大丈夫。ちょっと何の略か、ヘリコプターが急に現れて、なんとジャイアントになってるもんね。そのポケットに鍵は入ってないわよね。まあ、鍵入ってないけどさ、ないな、これって金網上から登ってったらいいんじゃないか。君は大丈夫。そうね、なんとか生き延びるとかって考えられないからさ、バイオ6の C ウイルスもね、君の兄さんだったら上をペペペペペペって登ってきてね、上へ飛んでくる。希望を捨てるだろう。まあそんなことはありえない。どうなってんだろうな。普通に登れるんじゃないかと思うけど、まずいな。ええ、逆に鍵を開けて入ることによってゾンビが侵入できてしまったら、それはそれで問題なんじゃないかと思うから、私はいいから自分の心配をして。なんて優しい。でも年上だったよね。行くんだ、早く。心配されてんじゃん、お姉さん。ねえ、生き延びましょう、絶対に。そうだね、クレア、ゾンビが来ている。この間後ろを振り返って、もしその間にゾンビがウェーって走ってきたらね、それだけでウェーって言われてるわーってなっちゃう。ついことになった、奴らが集まってきた。マビン、マビン、応答。マビンは叱られるのか。マビン、あそっか、ここやるのはいいけど、確かあれだったよね。なんだったっけ、普通に復活してるんだったっけ、ゾンビが、ゾンビが復活、復活じゃないか、あれだ。最初に突入、突撃、隣の晩ご飯してきたゾンビがね、入ってきて生き残ってるパターンのやつだよね。まあ、こちらのグレン、頭ぐちゃぐちゃになったくせに、なぜか生きてるクレン。なんかいるね、声が聞こえたよね、一瞬ね。オッケー。じゃあここで、カスタムパーツをはめたら弾がマックスにならないと。ならないか。これある。増やした分だって、やっぱ他のパーツ入れた時も、まあ、とりあえず、ああ、来てる、ハゲチャビン。おいおい、誰だ、めっちゃ今ね、俺に切れてると思うよ。理由はね、帽子取ったから、帽子を取ったせいでね、お前のせいでわしのハゲが割れたじゃないか、つって。クショー、管轄外じゃん。ですよね、ですよね。オッケー。そんな分割外までお仕事頑張ってる君にご褒美だ。後頭部に鉛をプレゼントしたい。ちょっと待って、キューティクルが遅いな。ちょっと待って、いけない、こういうのでしょうし。でした。ちょっとあれだね、重なり方がもうなんか風に入ってるよね。よし、貯金。オッケー。でここ戻って、ここら辺のなんか細かいアイテムとかっていうのはなんか警察署に再び戻ってくるというか、下水道クリアしてからの方がいいかもしれないね。あれだね、ここ原作だとさ、めちゃめちゃさ敵ゾンビいるけど、廊下出たとこくらいで、ここに職員室にあれだね、オフィスか、私の職員室一体しかいないやつ、親切設計で、ね、ああしまった、アイテムパンパンだ、これ取れねえな。
あれ取らなきゃいけないしな、電子カルテじゃなくてなんだっけ、なんか電子バーみたいなやつっていうことを考えると、ちょっとここは一旦のちょっとさあ大変、ガンパウダーを今は取れない。うわすげえ、あれこんなのを警察官やるんだぜ、みんなみんなもそうだ、警察官になろうって。そう、この間なんかあれだね、自衛官みたいなのなんか 陸海空のなんか自衛隊に入らないかみたいな、そういう あれをもらいましたけど、近所の駅のところでなる気ないけど、なんかどれでもなれますよみたいな、あとかどれでもなれますよ、ね、誰か希望出してくださいみたいな、どんな男像がいるのか分かるけど、まあ、ここ管轄会だから戻っていきます。すごい親切設計で、それがいいとして、デロケーブルテロした何テロしてんだよ、眩しいじゃねえかって戻ってきたよし、じゃあとりあえずここでマービンがゾンビになってたら面白かった。まだ生きてる、生きてんだよね。コンピューターもあれだね、昔のコンピューターって感じするよね。よし、じゃあとりあえずこっちに進んでいって、まだここでリッチャーは出てきてないはずだから、アイテムが多すぎたんだ、それで。ここも整理をしなきゃいけない。いらない。一旦も一旦いらないか。持っといた方がいいか。じゃあこれでいきましょう。何気にね、警察署の中で僕が一番嫌いかもしれない。3の時はさ、カルド戦編でここ来るじゃん。カルド戦ここ来て、で、俺、やらかしたんだよ。ライディアンよって言って、女警官に襲われてね、カルドさん見事にパクパクって食われちゃったからね、本当に。これが本当の騎乗ってやつですね。おい、そこの視聴者、何聞いてんだよ。それは私だって、まだまだ、味噌汁の、盛りをついたオスですからね。てかまあ男に関しては年に関係なくいつまで経ってもエロい話ばっかりするからね。女性は年を重ねるごとにどんどん美しく綺麗、そして可憐になっていきますから。あれだけど男はいつまで経っても少年の心を忘れないっていうね。見た目はまあどんどん抜けていくかもしれないけど。だから中身が変わらないというね、悲しい事実があるんで、そこは怖いかなと思っててお話します。まあ、そんなことはどうでもよろしくって、OK、じゃあここでアイテム整理をしておいて、ショットガンだけちょっと回収しておきたいかな。ストレッチャーズオフィスも行きたいんだけど、OK。で、ここも多分いるよね。まだいない。そうだ。こいつあれって、なんか上でこだわってるゾンビが本来いたはずなんだけど、そこに行っちゃう。それはあれか、あれですね。このゾンビなの？どこに引っかかってたの？ふざけんな。気をつけ、はい、おやすみ、あいーん。なんかさ、ゾンビに不思議だなって思うんだけど、これ特有なのかもしれないけどさ、人間ってどうなの、死んだ瞬間そんなに関節って柔らかくなるもんな、痛いだからさ、一気にバッていけるもんになるのかな。なんか普通に考えて関節の硬さ、人間で
決まってっからなんかどうなんだろうなって思うんだけど、そこら辺はあれか、気のせいか。なんかよくわからんけどね。さてじゃあショットガンも手に入れましたし、このままこっちの線を止めて、またねちょっとアイテム解消忘れてたんで、試合アイテム的な要素でね出してるのにね、もったいないよね。なんかねどっちもショットマナーにゃんないな。よし、じゃあちょっとシンキングタイム、皆さんも一緒にお考えください。どれが一番最短ルートか、まあ、最初運要素あるけどね普通に。1ガチャで今外れちゃったよね、残念。よし、じゃあもうこれでいけますね。えっと、ここ割とスムーズにいったんじゃないかね。 OKOK、 よっしゃ。じゃあこのまま進んでいきましょう。スターズ、スターズオフィスってあれあったっけ、アイテムボックス。アイテムボックスがあればそこで片付けられたのが一番手っ取り早くなったけど、そうはいかの姿焼きなのかな。どうなんだろう、まあ、あればいいかなと思うんだけど、まあ、なかったらなかったね、その時その時。よし、じゃあここがね例のあの人が出てくるんで、まあ、なんとかこいつみたいって言っときながら全然ね、あの正体見てないというね、レオンね。なんかベローンってベロベロベローンってしたの時みたいな。アイテム回収。でもこれ以上今他のアイテム取っちゃうと目的のものが取れなくなっちゃうんで、多分はいいかな。所内管理、ああ、そっかそっかそっか、下のあれだ、開けんの忘れてた。開けに行った方が良さそうだね。了解でやつ。じゃあ、やっていこうか。うん。これがウェスカの趣味ってことだよね。おしゃれなのかどうかよくわからんけどな。じゃあ、慎重に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 、ありがとうございます。やつらの心から皆さんですか、彼は寝起きの機嫌が非常に悪いので、やりながら進んでいきましょう。アクロバットの格好で寝てる彼もいるけどね。ってことに戻りましょう。そしたら、バックパックだっけ、なんだっけ、サイドパックだっけ、サイドパックの回収こうなって、まあ、もう時間が時間だから、ちょっと全然違うとこ進んでた。今画面を全然見ないで進んでたから、しまったしまった。戻ること戻る。キーじゃなくて、なんだったっけ、
に収集忘れのアイテムがないかだけチェックしておきたい。東のオフィスくらいかな。じゃあいいか。あ、そっか、なんかまた戻ってくるから。 I'll be back。 95.7 だね。あの、なんだったっけ、あそこの部屋って何だったっけかな。ちょっと忘れちゃったな。まあいいや、なんかなるっしょ。 OK、 じゃあ一旦これで、あともう一つでポートキーだったっけ。ポートキーだっけ。あ、あれじゃないっけ、なんだっけ、あの、あれ忘れちゃった。ポートキーの名前をと忘れした。あれだ、ハリーポッターに出てくるやつじゃないっけ、うん、気もするけど、まあそれはそれでね、いいでしょう。じゃあちょっとうろ覚えてどこが空いてるか忘れたけど、まあそれをちょっと適当にポリポリと入れておいて、ショッタマー手に入った。あと102ですね。頑張った。OK。じゃこれも手に入ったということで、じゃこれとこれを回転回収して、で、そうして、一旦終わりとさせていただきます。あと203だけどね。なんかもっといっぱいアイテム入れてくれたらいいのに、なんでこんな開けっぱなしになってるんですか。これヒットがする。もともとこれ、あれだよね。何を目的にしてるのか。手に入ったらね、あのリッカリッちゃんをね、ボッコボコに仕分け上げるのに使えるんだけど、ショッ玉の使いどころがどこかなんだよな。基本的には地下とかであいつに使いたいと思ってるんだけど、例のあの人にね。はい、ということでね、一旦クッキーレのところまでやってきたので、この辺りで終わりにしたいと思います。ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押していただけると嬉しいです。ということで本日の動画は以上でございます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。